あ、もう、来年まで残り45秒。もうちょっと、今回も45秒だ。ちょっと今回もギリギリスタートになってきてしまった。こっちは後で紹介するので、まあ、とりあえず、今回もまた、前回なの、クリスマスと同じで、まあ、こちらのクラッカーの方、音がするんで、まあ、ご注意ください。もうやばいな、もう、残り20秒、さっきみたいなこと言ったら、さっきのやつ言ったら、15秒。で、今回のことじゃ、これを食べてもらいますね。10秒。5秒。4、3、ライブレイ、クラッカー12、1、0、令和2年おめでとう。令和2年になっちゃいましたよ。令和2年も、令和やっと2年目になりましたね。いや、でも今年は大事なんだけども、1年目になりますしね。そろそろ。もう今回も、今年はもうそこは、あと、まあ、そんな感じでしょうね。今年やるのはパーティーって、じゃあ僕の誕生日と、あとは、ザワザンヌル2年のやつと、まあ、そんな、あとはクリスマスと、でも、令和3年になる動画を撮影したりとか、そんな感じでしょうね。でも、それでは、背景の方を説明していきたいと思います。背景の方は、まあ、とりあえずこちらなんですけど、こちら焼きそばですね。焼きそば。まあ、これとあと、ミニカーの何時かあります。これは焼きそば食べながら、やりたいと思います。ちなみにこちらのミニカーは、前のクリスマスのやつ、その時と同じ並びにしようと思ったんですけど、やっぱりこちらの事情で書かれております。で、今回のテーマは、スポーツカーですね。それでは、では、年越し、焼きそば、食べていきたいと思います。で、こちらを開けて、開けます。それでは、3、2、1、ゴー！あれ、あ、滑った。おー。結構野菜が入ってますね。はい。それでは残りの水分は、こっちで。で、まあ、ソースをかけずにやったらこんな感じになっておりますね。それでは、ソースを投入！ 3、2、1、投入！おー、うまそう！どんどんソースが投入されております。こんな感じですね。それでは、混ぜていきましょう。おー、うまそう。隅々まで混ぜますよ、隅々まで。てか、自然と、野菜関係が端っこの方行っちゃうんだよな。ちょっと野菜関係も、中央の方に持ってきつつ。じゃあちょっと終わったんで、ふりかけの方をかけていきましょう。じゃあ、ふりかけオープン。オープン、おー。はい。それで、投入まで、スリー、ツー、あ、投入しちゃった。まあ、いいや。このまま投入しちゃえ。はい、投入。で、こんな感じとなっております。それじゃあ、食べていきましょう。それじゃあ、いただきまーす。うまいです。それじゃあ、今食べながら背景紹介しましょうかね。背景のミニカーたち。またなんか喧嘩した。前回のパーティーも聞けたんですけどね。それでは、1台目から紹介していきましょう。こちらは、フェラーリ F50、F40 ですね。ノーマルと発売記念仕様です。で、少しミニカー紹介が離れちゃいますけど、こちらは、水ですね、水。で、こちらが、ランボギーアベントドール S40J ですよ。まあ、正規さんの乗ってる車と、まあ、ほぼ同じですね。前に持ってきた方が分かりやすいと思うんで、もう持ってきましたけど、日産 GTR、ニスモスーパー GT500 車両仕様の車となっております。スーパー GT はもうかなり有名なレースですよね。でもこちらはアルピーノウェア満点。で、まあ、ギダリン、ラーニマレース、日産 GTR ですね。最後に一つ、気がついたことはあるんですけど、明けましておめでとうございます。今年もザワチャンネルをよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram の方のフォローも概要欄からお待ちしております。それではまた次の時間に会いましょう。